2019年6月20日、関東予選大会3日目、SPH の皆様は、見事、第1位にて、決勝戦出場を決められました。合戦の詳細、はい、こちら後ろに出ておりますが、8月27日、いいよ、大丈夫よ、はい、8月大丈夫、ありがとう、ありがとう、大丈夫よ、8月27日でございますので、皆さん、この日は絶対開けとくようにお願いいたします。はい、これ本当に熱い戦いでございますのでね、もう配信復活戦から盛り上がっておりますので、ぜひぜひ皆さん、スクリーンを集めていただきたいと思います。さあ、それでは泣いても笑ってもこの関東予選最終日でございますので、3チーム、この12チームから3チームが決勝進出でございます。それでは関東予選3日目、第1位から発表します。第1位で決勝に進むチームから発表です。ユニドル2019サマー関東予選3日目、見事第1位で勝ち抜き決勝に駒を進めたのは、審査員順位2位、観客票順位1位、総合得点380点、上智大学。いただいていいですか、ちょっとこの中の方に行っていただいて、はいはいはい、SPH 騒がないよ、 SPH 騒がないよ、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、 いや、いいですよ、見事1位、まあね、ちょっと完全勝利を目指したこともあったかもしれません。ではコメントをもらいましょうか。まずちょっとパネル渡してもらって、コメント一言ください。 SPH 1位です。したいと思いますので、 SPH の人は前に行ってもらって、スタガの皆さんは後ろに行ってください。そしておじさんがここに入っていきます。セットリスト4曲になります。発表されましたメンバーはこちら、画像の16名プラス19期5名の総勢
21名での出演となられました。公式ツイッターに掲載されていらっしゃいました待機エリアでの皆様の写真です。